岩瀬町は、茨城県西茨城郡にあった町である。霞ヶ浦に注ぐ桜川の源流として、農学の作品、桜川の舞台で知られる。2005年10月1日、近隣の真壁町、山戸村と合併し、桜川市となった。1955年3月31日に、西茨城郡旧岩瀬町と西茨城郡東中村、 同軍来た中村が合併し発足。西茨城軍の所属であり、県の出先機関などは、ほとんどが、水戸、笠間地区の管轄であったが、どちらかというと、下立地区の方が近いこともあり、生活圏は、下立地区にあった。例えば、免許証の更新などで、警察署に出向く場合、町域のどこに住んでいるかによるが、下立警察署や真壁警察署の方が近かった。 管轄の警察署でしか免許更新ができなかった頃は、はるばる笠間警察署まで出向かなければならなかった。そのような事実もあるせいか、各市町村ごとで分担している消防だけは、下立地区の組合だった。合併後は、下立地区の管轄になった。かつては、岩瀬駅から常磐線土浦駅まで、筑波鉄道筑波線が走っていた。 1987年敗戦。ありがとうございます。